折物シート折物シートとは女性がパンティーのクロッチ部につけて使用する折物専用の整理処理用品のこと折物による不快感やパンティーの汚れを防ぐために使用するパンティーライナーとも呼ぶ月経時に使用するナプキンと比べて小さく薄くできており群れや違和感が少ないように工夫されている日本では1988年に小林製薬が サラサーティを発売したのが最初。思春期の初長発生時は、初長の数ヶ月前より、織り物が増大するため、必然的にナップキンを使い始めることより、織り物シートを使い始めることの方が早くなる。使用時は、汚れの程度にかかわらず、こまめに取り替えることが重要である。長時間使い続けることは、一食一性膣炎や外陰部のかぶれの原因になる、ことがある。 使用済みの折り物シートはナプキン同様に廃棄する。大きさが異なる製品や香りがついた製品、色がついた製品などが市販されている。ティーバックショーツ用タイプもある。また、月経の終わりかけや尿漏れ対策として使用している女性も多いが、折り物シートの機能上、ナプキンや尿吸収パッドを使用する方が望ましいと、される。なお、使い捨て以外に、 布製のものも販売されている。ありがとうございます。